っていうのはもう音楽ジャンルの一つとしてこう声だけで音楽を奏でるっていう伴奏とか音源とか一切使わずにもう自分たちの肉声でその曲をもう一から構成していくっていうそういう音楽ジャンルのことですね。一応最近はベースっていう一番ね結構低い音をこうドゥンドゥン言いながらこうやってるようなパートを最近はやってます。やっぱりボイスパーカッションですよ。おバスドラがとかハイハットがとかスネアがとかシンバルがとかそんな感じのアカペラでできた肉声の4声とか5声そういうのにプラスもう一つ彩りを加えるときにボイスパーカッションがいい仕事をしてくれるっていう。自分の好きなように歌えるのが魅力じゃないかなって思います。楽器とか使わずに人の声でやるからこそなんていうハモリとかみんなで協力に来るチームで音楽を作ってるっていうのがより一層伝わるかなっていうところだと思います。再生でやってるアカペラっていうのがコンテンポラリーアカペラっていう、はい、ちょっと聞き慣れない方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、いわゆる現代版アカペラっていうのをしてマイクであるとかパフォーマンスも含めて何でもありのアカペラの形態でさせてもらってます。再生だからできることをもっともっと掘り下げたいってちょうどね、なおちゃんたちの代に言い出してくれて、10年前そうだよね、10年前に言い出してくれて、じゃあみんながやりたいことをとことん追求しようということで始めたのが今の海星赤クラブです。早口言葉言います。新式写真機で新車用紙のシャツ撮影。おー25、26、27、28、29、30。すごいね、今日初めてです。多少ぶつかるけどやってるといろんなところでぶつかるけど最終的にみんなで仲良く歌えるんだなっていういろんな、ね、明るい人がいるわけじゃないですか。
もうその中でも楽しい空気感でやるっていうのが、まあ、とてもいいものだと思いますね。僕らの知らないところからね、たくさんいろんな方から頑張ったね、お疲れ、よかったよみたいないろんなお声掛けをいただいて、あ、いっぱい応援されてたんだなっていうので、すごい頑張ってよかったなってチーム一度思いました。メンバー一度思いました。優勝した時の気持ち、そうですよね。まず高校生大会っていう有名なとっても大きい大会の中で高校生大会ができるってことにもまず驚きで喜びだったんですけれど、まさか優勝させてもらえるなんて本当に夢のような、もうステージもキラキラしてますし夢のようで本当に嬉しかったです。彼らの頑張りが実ってよかったです。まず嬉しいっていうのが最初なんですけど、やっぱ卒業して部活でアカペラやってたよっていう風になって、じゃあハモネプ出たのって絶対社会人だったら言われるんですけど、私の代は出られなくて別の大会とかで出場させてもらったんですけど、それ時にちょっとあーみたいなしょんぼりされるんですけど、今回でもう、まあ、後輩は優勝しましたって言ったらもう今後もう胸張って言えるのが本当誇りに思います。ありがとうございます。生徒から出る発想であるとか、自分たちで自分たちの思い描いたことをちゃんと言葉にできるように、子どもたちの自主性を伸ばすことを心がけています。すっごい達成感あるんで、めちゃくちゃ個性豊かな部員がいっぱいいるので、なので家族になりましょう。楽しんでぜひ来てください。ウェルカムです。全然経験とか関係ないので、まあ音楽に興味あるよとか歌うの好きだよっていう人はぜひ来てみてね。どうもネタワークでした。